十字軍の展開とともに、絶頂期を迎えた強行圏ですけれども、十字軍が敗退を重ね、最終的に敗北するに至って、その権威は徐々に失墜をしていきます。また、北イタリアはですね、コンスタンティノープルとの航路が開けたことによって、これも十字軍がね、その流れを作るんですけども、れ皮肉なもんですよね。で、大自治都市地帯としてですね、商業的に発達をしていきます。商業が大いに発達をする。そして、豪華な品物が取引されていく。 人々はますます豊かになっていくという、そういう時代を迎えます。また、15世紀になるとですね、で、ローマカトリックもその様相を一変させます。で、教皇の位というのはもう買収すればなんとかなるんだと、数奇教を金で籠絡すればいいというようなことになってきて、特に15世紀末のアレクサンデル6世などというのは、最も悪名高い教皇とまで言われます。まあ、この人もともとがね、あの、ボルジア家の出身ですけれども、 まあ何と言っても陰謀大好き。それから趣味、特技は毒殺という。これはこの人だけじゃなしに時速揃って毒殺が得意というね。なんだとんでもないあの評判の教皇ですよ。しかもこの息子というのはチェーザル,ボル・ボルジアといってね、イタリア戦争の時にはですね、まあ、日本で言えば織田信長に例えられるぐらいの大暴れをするという人物です。まあ、考えてみればね、 教皇に息子がいるっていうのもね、娘もね、えー、いるんですけれども、不思議な話でね。まあ、特にこのチェータリ・ボルジアはあの愛人の子だというので、まあ、教皇権がね、こういったあの、まあ、キリスト教徒の鏡と言えるようなものではなくなっていたと。腐敗、堕落が、誰の目にも明らかになったという時代です。そうした中でね、あの、メディチ家出身のレオ10世、メディチ家ですからこれ大富豪なんで、これもまあ、結局は、あの、お金で買ったような教皇位ですよ。 でサンピエトロ・の大改修を計画しますサンピエトロ寺院というのはですね今日もローマの中心にこうそびえ立つようなねあの見事な寺院ですけれどもあの美術の教科書や世界史の資料書で見るようなルネサンス期の絵の多くはこのライハイドの中にね、えー、展示されているんですね展示されているのが大ライハイドの一部ですよねでここに出てきている絵などもそうですミケランジェロのものやね レオランド・ダ・ヴィンチのものやとかいったものが、まあ、特にミケランジョロが有名ですね。で、ここにあのこう展示をされているというものです。まあ、こういった超豪華なものを作るので金がないと。まあ、回収しようと思ったけど金があれへんということに気づいてですね、レオ10世はここで食友情を大販売するというね、 行動に至るわけですよ。ね、職業上とは何かというと、あの、免罪符のことですけれども、で、この当時のキリスト教徒がですね、天国に行こうとすれば、要するに教会の移行を実行する。これを善行と言います。で、善行を積むにはお金がいると。お金を払えというわけですね。で、蓄財は罪だというのはこれ書いてあるけれども、まあ、これはまあ、確かにキリスト教の 元来の思想からいえばそうなんですけれども、で、聖地巡礼をしなさいと。聖地巡礼は善行である。でも、聖地巡礼、エルサレムにも行けないですから、であれば、この罪を極めるために職有状を変えなさいと。要するに、再選払いということですよ。お札変えなさいと。いうわけですね。 そして、食友場の販売を受け寄ったのがフッガー家です。アウグスブルグのフッガー家ですね。アウグスブルグはこう銀山があることで有名ですけれども、これメジティケと並ぶような大富豪。で、フッガー家ね、ドイツの富豪ですから、これはドイツをこの販売の場とします。ドイツは強皇庁の父牛と言われるようになる。 で、なんでドイツなんだって言うとね、これはイタリアは自治都市だらけなんで言うことは聞かないし、フランスは、なんとかカペイケの王様、おっかないし、フィリップ4世なんてのね、あの、アビョン補修ってなことをね、やってきますからね。えー、ですからね、えー、これでドイツがこの草刈り場になったということになります。すで、えー、にヨーロッパではですね、イギリスのウィークリーフ、イタリアのサフォナローラ、 そして、米名のヤンフスといったね、公然たるこの教会に対する批判者が登場していたんですけれども、彼らは公会議、特にこのコンスタンツ公会議で異端とされて、処刑をされたり、あるいは墓を暴かれたり、そういった目にあっています。ヤンフスは家計に処され、サマラローラも処刑され、そういったね、教会の異端審問の前にですね、屈していくという歴史がありました。 が、この時にですね、ウィッテンベルグ大学進学教授のマルティン・ルターがですよ、この職友情の販売に対して、やめろと、声を張り上げたと。これが1517年です。このウィッテンベルグ大学の平教授なんですけれどもね、この95箇条の論題というものをデカデカと書いて、このウィッテンベルグ大学の門に張り出したんですね。 ね、これはね要するにいかにこの職友情というものが間違っておりそして教会を腐っているかということを延々と書いた文句95か条です、ね。よく95も思いついたなと思いますけれどもそしてねキリスト社の自由という書物を書いてで信仰義人説を展開します。 人は善行によってでなく、信仰によってのみ義とされると。つまり善行というのは何かというと、先ほどもありましたけれども、巡礼をすることであり、教会の意向に従うことであり、よって、職友情を買うことである。ということですよ。あの、一般論としてのよい行よい、ね、ゴミを開いましょうとかではないですからね、これは。職友情を買うことです。で、信仰によってのみ義とされるとで。これを信仰義人説と言います。だから、しっかりと信仰すること。ね。 これがキリスト者にとっての義務であるということを述べたわけですよ。で、これは大事件ででしてね。で、これまでであれば、まあ彼は日ぶりですね。ですけれども、この時に、あの、皇帝はですね、フォルムスの帝国議会というのを開いて、えー、ルターに実質の撤回を迫ると。で、この人はね、あの、撤回を拒否するんですよ。もうこのあたりでね、なんだか肉の焦げる匂いがするという、そういう雰囲気ですけれども、 で、カール5世はですね、しかしながら、皇帝のカール5世はね、で、この時に、力ずくでプロテスタント、後にプロテスタントと呼ばれる人々ですけれども、マルティン・ルータや、その、それを支持する諸侯たちね、これ、諸侯がね、これ、ルタータをね、支持するんですよ、多くの諸侯が。それに対して徹底的に抗戦するということはせずに、まあ、どっちかというと、ナーナの姿勢で臨みます。 ルターはザクセン,センテイ帝公フリードリヒの城、ファルトブルグですけれども、で、ここに囲まわれてね、新約聖書をドイツ語に翻訳をします。あの、ドイツ語に翻訳、もともとラテン語で書かれていたものですから、人々は読めないんですね。で、ウィクリフはこれを最初に英訳をしたということで有名ですけれども、彼は処刑を、処刑はされてないけれども、異端とされたと。で、彼はですね、ドイツ語訳して誰でも、あの、聖書を読めるようにすると。 信仰義人説ですから、聖書が読めんと信仰ができへんと。まあ、こういうわけです。で、カール5世自体は、この先定公に対して、この作戦先定公だけじゃないですけれどもね、7選帝公禁一直守以来、皇帝を選び出すのはこの人たちですから、どうしてもね、あの、遠慮勝ちになるんですね。そしてその一人がですね、あの、皇帝の権力が高まるのを嫌がって、ルターをかくまう。そして自らも、 ルターの教えに改収していくということですね。だからこのドイツではルターの教えが貴族層に広まっていくと。最初はね、農民にも一気に広まっていきますけれどもね。で、これは長続きしないんですね。ルターのですね、宗教改革は、差し向き、農民層へと広まっていきます。で、これいきなりルターの教えイコールではないんですけれども、 というのがですね、この農民戦争は、いきなり起きたというよりも、これ一世紀にわたって、こう、小出しに噴出し、そして、極めて組織的に準備されたものであったわけですね。特に南ドイツでは、そういった、あの、組織が、至るところにできて、その横のつながりもあったと。あの、文都州っていうね、あの、組織が、有名なんですけれども、これ、あの、農民の靴をね、あの、 描いてそれを旗印にしていたんですけども、と州っていうね、州っていうのはこれあの、シューズの州ですからね。で、そういった組織だった前提があって、そこにルターの一撃が入り、ドイツ農民戦争へと発達をします。発展をしていく。ね、一気に南ドイツで吹き出すわけですね。で、この時ね、イタリア戦争、イタリアではあの、強皇、それからあの、各、 自治都市ですね、こういったものを巻き込んだですね、えー、戦争が行われていて、そこにフランスが介入をしてき、で、いつの間にやらフラン、イタリアをめ,めぐったフランスと皇帝とのね、要するにカール五世ね、との争いみたいなことになっていたんですけれども、そこにドイツの諸侯たちがですね、こう、出兵しているのでね、出征していっているのでね、その隙をついてのような格好で農民戦争が起こります。で、その指導者になったのはトマス・ミュンツァーですね。 再洗礼派と言いますこのトマス・ミュンツァーという人は、これは、あの、司祭でもない、要するに説教師でね、自らの教会を持たない、こう、点々とこう説教師でもある、最も身分の低い僧侶なんですけれども、で、再宣礼派っていうのは、まあ、右も左も分からない赤ん坊の時に受けた洗礼は無意味であると。だから、あの理性を持った段階でね、 自,自らの意思でもう一度洗礼を受け直すという、アナバプティストと言いますけれどもね。で、そう呼ばれる人たちです。最もあの、先鋭的なプロテスタントの一派と言っていいでしょう。特にね、濃度性はダメだと。聖書に書いてないというふうに彼は言い切ります。ワット・タイラーの乱をね、少し思い出しますけれどもね、アダムが耕し、イブが紡いだ時ときという誰が領主だったのかといったね、あれを思い出しますけれども、彼もそう言います。 ルターはね、この戦いをです、ね、最初は応援をするんですね。ねやれとね、いてまえというわけですよ。だけれどもね、このザクセンにこの農民戦争の火の手が及んだときに、彼はザクセン港に囲まれているわけですからね、でこの農民戦争をこれただの秩序を乱す暴徒であると言って、徹底的に批判をし始めるわけですよ。で、これでルター派は農民に広がらないです。 一旦はルターの教えに感化された農民たちも、この時にルターを見限ってカトリックに復旧すると。だから、あの、ドイツでは、この信仰というものはね、農民がどうの、庶民がどうの、ブルジョワがどうの、商工業者ね、というよりも、貴族がどうかと、諸行貴族がどうかということになっていきます。そしてですね、この、 ドイツの農民戦争ですけれども、一気にあの盛り上げられて、いろんな村やです、ね、その貴族の領地を手に入れていくんですけれども、イタリア戦争が一段落をして、帰ってきた諸侯たちに、これによって大弾圧を受けて、そして皆殺しに近い状態ですね、これは、首謀者たちは。そういうことで敗北をしていきます。 さてねドイツの宗教改革はねこれがまたね何ともね二転三転するというかね逃げきらないあの様子を示すんですね。で農民戦争この危機が去ったイタリア戦争も一段落をしていくと、まあ、落ち着きを見せるという中でねじゃあこの皇帝も一気にこの宗教問題にとなるかというとならない。 これ、その混乱の中でね、1529年、スレーマン一世がフランスと話をつけながら、だからオスマン帝国とフランスが良好な関係を保ち始めるのはこの辺りからですけれども、とにかく、神聖ローマ皇帝憎しでね、この二者が手を結んでいくんですが、その余生を買ってですね、ウィンを包囲してくると、スレーマン一世が。いよいよ、このハンガリーを飲み込んでいる、すでにハンガリーを飲み込んでいるオスマン帝国はウィンを包囲したと。 いうことになりますで、カール5世はね、ルター派を承認せ,せ,せざるを得なくなるんですね。で、シュパイエル帝国議会ということなんですけれども。で、この時にはね、ウィンホーン包囲を、このキリスト教連合軍ということで撃退をする必要に迫られて、あの諸侯たちの言い分を認めざるを得ない。で、一旦は承認をすると。だけど、このウィンホーン包囲がね、解かれて、スレーマン一世がと、あの、 イスタンブールへと帰っていくと、で、今度はですねあの、トリエント公会議でまた禁止をすると、トリエント公会議でですね、あのカトリックしかありえないという決議を挙げていくんですよね。これが1545年です。で、これに対して起こったのがルター派の諸行です、うん。どれだけね、人をバカにするんだと。で、300代言もいいとこじゃないか、下の根も乾かなうちにと、2枚ジた、3枚ジたというのでね。 シュマルカルデン同盟を結成して、これに抵抗すると。で、このシュマルカルデン同盟が起こした戦争なので、これをあのシュマルカルデン戦争と言います。で、これ抵抗したので、プロテスタプロテストですね、抵抗。で、これ以後ルター派をはじめとして、新教徒のことをプロテスタントと言うということになりました。で、カール5世は、この他にも様々なですね、外に対するね、諸問題、オランダの問題もありの、 ね、フランスとの対抗関係もありの、オスマン帝国の脅威もありの、イタリア問題もありので、で、やっぱりね、これはあの、敵に回す、長く敵に回すようなもんじゃないと。こういった諸公連合。というのは1555年にアウグスブルグの宗教和議ということに至り、つまり、ルター派の信仰を認めましょうと。ね、ルター派の信仰を認めましょうと。で、まあ、 各領主が決めてくださいと。カトリックかルーター派かは。だから、まあ、作戦であればルーター派なんで、あなたのところはみんなルーター派ですよねって。でも、農民とかね、その他住民にしてみたらね、いや、俺はカトリックだよってなるんですよ。この場合どうするかっていうと、回収するか、それから出なきゃ出てけと。こうなる。で、カトリックが領主のところ、バイエルンなんかそうですけれども、それはカトリックに回収するか、嫌なら出てけと。こういうことになるね。だから、その信仰はその両方ごとに決まる 職をごとに決めて、その領地ごとに決まるというので、これを両方公開、境界性と言います。このまあ一旦このドイツでは一段落するんですけれども、この宗教改革はツビングリという人物によってスイスに伝わります。これはね、ルーターよりもさらに一歩進めていくんですけどね、例えばね、あの、名神メーターのミサの儀式なんかがあるんですよ。これをルーターは一応認めるんですけれども、ルーターは妥協的なところがね、えー、見えてくるので、 だけど、ツビングリはそんなものはね、儀式やってもいいけど、あれはただの形式だと。言うんで突っ張れると。こういうところがより合理的になっていく。で、ここでちょっとまとめていきますけれども、カトリックは、罪人は善行を積めば救われると。これは職有上の話だった。それに対してルター派は、善行ではなしに信仰によって救われると。と いうことでした。しかし、ここにですね、このツビングリがスイスに伝えた宗教改革の思想をさらに進めることによって、より徹底したプロテスタント、新しい宗教が生まれていきます。これがですね、どういうものかというと、これカルバンの予定説ね。 要するに、あの、要はもう神がね、あらかじめ決めてるから、神ってのはそれぐらいもう未来のことも見通してすごい存在だから、もう絶対の存在だから、罪人はね、どうやったって救われんというもんですよ。もう職業でも信仰もあったもんじゃないと。もう決まってるの。神のノートに書いてやると。デスノートなるね、あの、ゴッドノートに書いてやるというわけですよ。それはもう人間知るわけにいかないんですけれども。予定説。なんともね、救いのない、もう身も蓋もない話です。 ですけれども、この予定説の中に人々はどういう希望を見出すかというと、このカルバン派の特目は勤勉勤欲なんですよ。ね。で、とにかくしっかりと契約をして、贅沢をせずに働けと、ね。で、ということは、神が祝福を与えてくれる人間というのは、そういった特目にかなった人間に違いないと。 いうので、人々は積極的にこの勤勉・勤欲という、こういった生活に励む。そして、その、職業証明観という考え方がありますから、これはね、自分の職業、与えられた場所、神によって与えられた場所で、この勤勉・勤欲、こうした価値観を持って一生懸命働いている人は、神に選ばれたもの、神に祝福を受けるものに違いないと。と いう考えになります。で、逆に言うとね。こういったあの思想ですから、もう自分がですね。神から見捨てられた人間であるというふうに考えること。自体も恐ろしいんですよ。だから人々はせっせとそういった生活に運ぶようになってくると。だから職業に規制なしなんです。だから、あの元来キリスト教はですね。商業を卑しむところがありました。けれどもで蓄財は悪なんですけれども、蓄財なしに商業はありえないですよね。都市生活というのはだから。 お前が都市でそうやって商業を営んでいるということは神が与えたもったお前の居場所なんだからそこでお前の使命を果たすということ蓄財を果たすということはこれは神の御心にかなうとこうなるんですだから職業という英単語にコーリングやですねボケーションというのがありますけれどもこれは全て声を意味しています神の命令の声なんですねでこうしてジャン・カルバンはですねスイスでこう禁欲的な共同生活を 送りつつ極めて厳格な規律で信者を縛っていきますけれども、キリスト教公用を表す、そしてこの思想が、ね、広まったところ、これはオランダであり、まあ、商工業が発達したところですよ、イギリスであり、フランスであり、まあ、後にはアメリカがね、このフィルタンが作った国として大発展しますけれども、こういうところに、ね、資本主義が発達をしていき、市民革命も起きていったわけですよ。それを 書き表したのが、実証研究を通じて表したのが、20世紀初頭のドイツのマックス・フェーバーという社会学者です、ね。プロテスタンリズムの倫理と資本主義の精神。我々はプロリンプロリンと呼んでますけれどもね。で、これらはイングランドではピューリタンと呼ばれ、ピュアな生活をするからね。オランダではゴイセン、古事記を意味する、あの、ゴイセンと呼ばれてね。スコットランドではプレスビテリアン、チョール派と呼ばれます。だから、これね、あの、 あれなんですよ、その身分によって、えー、こう、定められた、その教会の指導者というのを認めないんですよ。この平信徒の中から、長老と呼ばれるリーダーが、あー選ばれて、そしてその信徒集団を束ねていくというので、長老派。カルバン派の特徴は長老派です。プレスビテリア。ただ、あの、ロシア正教にも長老というね、えー、のがありますから、これあの、ごっちゃにしないようにしてください。フランスでは人間を意味するユグノと、 こうした中でカトリックの側からの反撃も起こりますで。トリエント公会議が開かれてですね、16世紀の半ばです。イエズス会が形成されます。イエズスというのはイエスという意味ですね。これはね、軍隊的な規律を持ったあの伝道集団でね、まあ、修道士、それも軍隊的にですねあの、アジア、アフリカ、そして新大陸、アメリカへと広めていくんですね。だから あの軍人出身のイグナティウス・ロイヤラがその代表となりますそして伝道の代表者がフランシスコ・ザビエル日本にもやってきたあのザビエルですでこうしてですねこのカトリックはヨーロッパの外の世界そこへと積極的に広がっていくということになりましたで右に出ているマテオ・リッチアダム・シャールなどという人々はこれはさまざまな国籍の人々ですけれどもこれは民や信に伝道した人物です えー、中段下の写真は上智大学ね上智大学はイエズス会の大学ですねだからソフィアソフィアユニバーシティと言います。